雨止んでる伊豆周り行けるかな。いやなんかでも先週暖かかったに急に寒くなったらきつっ。皆さん体調管理にはお気をつけください。イエイ。全然来てねえ、全くダメや。やっぱ向こうやって、向こう開けんとか水位低い。いや、ちょっと慣れとる。来とるよ。もうちゃんとここで止まっとるやん。きちっと地面出すか。よいしょ。110。ここから 500m 下流に水が行くはずなんだけど、ちょっと弱いのでパワーアップします。これ紐付けとかあるとまた流れてきちゃうか。ここに、いい紐があって昔のやつや。これで縛っとけよ。縛っとけないよ。え、何縛っとけないよ。縛っとけないよ。縛り方し、縛り方し流れてくるマシや。ようかさん、やっこいしょ。ふぅ、バッチリ。下からジャジャ漏れ、下からジャジャ漏れやろ。あかんわこれ。あ、あるかな。板足りとる。これだけいいやろ。板足りつないから。めっちゃ深い。下がら、下がら。そこでなんとかしろ。大丈夫、流れてか。え、いける。あまりの寒さに久保田でもらったネックウォーマーとかで被りました。寒っ。出します。リリーズバルブ。まだまだ、もうちょい開けて。おー、来た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 。お金決めてるぞ。桜の花。うわー、すげえ。ちょっと待って、綺麗だったんだい。綺麗です。いやー、もう家建ってる。何軒建ったや、あの田んぼに。1、2、3、4、8軒建ったんかな、この面積で。だって物置の片付いた4つやん。
で向こうには同じからかな8軒だよ。はい開けよう。あもう来てる。調整が難しい。よしそこやそこや。よし。ここはなかなか分岐が難しい。36じゃなかった？下の方多分35。股のとこが難しい。バランスがこっから 500m 限る。なんかゴミだらけ。あ、でも当てとるの当たってるから行ってる。行ってるよね。少ない。1枚で足りんよ。
券って短いの薄いの2枚くれよ。とは1個予備か。また子供へ来てる。当たっちゃったよ。大丈夫か。これ使う？これまとまえる。これで上がってくるのか？上がってくるのか？上がらなかったらね、あっちから当ててもある。さあ休憩に戻りますと同時に、今日はの苗巡回の日です。地域のうちの焼けた一目惚れ見てもらいます。苗巡回よろしくお願いします。お願いします。いきなり行け、いきなり行け。コシヒカリで、4月の、お見事やね。綺麗。さあ、オッケーやろ、行くぞ。なんか言うことあるか。綺麗です。綺麗です。すっげえ、すさまじい綺麗。どこも綺麗。うちがひどいな。花市前は、はい、まあまあ、はい、今度分大丈夫です。マシね、はい、次、問題はこれ5番ハウス、一目惚れ。ちょっと茶髪になっただけやと思っとるんやけど。大丈夫です。大丈夫です。こんなエイトルの、次新しいの出てくれば、はい。2番目、2葉目、3葉目って出てきとるやろ。出てきます。多分これ本当に葉先だけでやけど、なんちゅうで、ラブシートシルバーっぽりかけとって焼いたわけじゃない。違う、ね、本当にまくって後、ただ本当に水やりの人がちょっと初心者で、気づいたら葉っぱ巻いとってっていうパターン。そうそう、だから全然そのサンプルが足りんくて、なんとかなりそう。あれとかも葉先だけがなっとって、竹もあるし、新しいの多分また出てくるし、はい、なんとかなると思います。じゃあなんかちょっとヤンキーなないで、ヤンキーなだけで基本的には次の葉っぱが出てくれば問題ないと思えば大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。ここはちょっとへっこんどるけど、まあ多分後で追いつくってことなんですね。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、ありがとう。はい、バルーン式席。おー、前回板一枚見えたとかやな。あの1枚当てればいいと思う。新太小屋に行くわけやん。ここやろ。ここに通して引っ張る、ね、これで流されてくる。当てるかこれ。多分長靴いくやろ。おお、ギリさ、ギリ。よし。大丈夫やった。大丈夫やった。
どうなっとる？ここはどうなっとるかやな。おー、引っかかってるよ。でかいのが。これこれ。ありゃ、こんなんしてくれよ。かなり分かる。よいしょ。どうだ。これで詰まっとった？うん。なんだこりゃ。まとめ込みやろ。オッケー。オッケー。頑固ゴミ出たわ。よっしゃ、これで出水口のゴミ取ったからパワーもアップするやろ。ここにゴミがたまんねえ。ちょっとここパワー不足なんで。1枚増やすな。この発泡スチロール気になるんけど。気になるね。持ってっか。55。あ、どこもここもゴミだらけやね。ちゃんと止まっとる。したらタンクに水が。水来てないやん。ないね。来てないわ。開けてみたら、で、でもちゃんと分配してあるよ。分配してあるけど、いた、あ、上に乗っけたよ。一旦流れんかった、大丈夫だった。大丈夫だと思う。水来てる。ここの川がすげえ滑りんじゃなかった。スウェーデンハウスのあの角にできちゃったんだよね。思いっきり L 字。よいしょ。いっぱいいた、ありますよ。細かいよ。ん？テーパー？テーパーになってるのか？よよよよよ。微妙にテーパー？ん？ん？ここ。当てたけどな。こっち側に来ちゃってる。どうした？うん、集まっとるからちょっとだけ抜きたいな。いや、それで半分待ってる。入るとか入る。入らない。入ってませんよ。入ってませんよ。
詰まってる、詰まってます。そんなにあげなくよ。あー、ご苦労さん。不要？不要の先輩。15期生。君たち何期生？ 40？ もうそんな行ったの？そんな行ったの？まだちょっとパワー不足になれんけど、まあそのうち来るんかな。パワーないなぁ。上開けた？閉められたんじゃない？また。もっぺん見てこう。あ、落ちとるね。リリーフワルブ開いとるんかな。それも確認やな。上がる気配ないぞ、これだ。板足りがない、大体。いや、でもね、ここね、結構なね、水圧あれって。来るんか。そんなんで。でもさすがにもうちょっと上げる。うちはそこそこ来てるけど、ゴミがすごいね。なんなんだこれは。そんな止めるの？完全ストップ。だからやっぱもうちょっと来るげんってな、ここの線。それは大きすぎんか？外しとかんといかんとした。とりあえず外しとけば。しかさすがに外しとく。いや薄いやつにしろよ。なんでそんな分厚いのに一発でやろうとしてる。ちょっと無茶苦茶。それはあんまりやってる。ちょっと短い。まあでもちょうどやる。なんか突然来た？突然さっき入れた桜が来たってことは今来たんじゃない？そうかもしれない。今たどり着いたのがさっき30分以上前やよね。いや、40分、1時間？それぐらいか。1時間かかったんかよ、から。うわぁ。はい、当ててください。余裕です。こっちも来たか？こっちも来たか？桜の葉っぱで分かるね。さっきのあそこだよ。それを当てると向こうに行くわけや、パワーが。またビニールいいんちゃう。いやー、ここはもう野々市市の商業区域ですよ。す
晴らしい。いっぱいお店があります。じゃああっち。っていうか水来てんの？水来てる？本当だ。ここも家が建つんやろな。マンションやろな、この大きさやと。板が物の見事に割れてる。そのまま倒して出るの？あと1枚そこにあるのを使ったら。あ、本当や。一枚当てればいいな。よいしょ。せーの。なんか腐った板やね。斜めとし。作る？使える？十分や。今木材高いから。ちょっとこっちにパワー来すぎたんだよ。ちょうどいい。こんなもんか。新板？後ろもうちょっと上げる。こっちももうちょい上げないね。これでパワーアップしたやろ。なかなかマニアックな見と見なくちゃな。完全風船。さてこれでだいたいうちの担当の一目惚れは終わったから、ちょっともう一箇所大口の水も上げてこう。おお、花市の田んぼ水当たってます。ということで今からお隣の町内の人に許可を得て、ここの水をこっちへ回して向こうの団地の方に水を引きたいと思います。だからもうちょい水門を開けたい。ほどほどに開けてって言っとったわ。ほどほどに。ちょっと待って、そんで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 結構開けたんだね。ちょっと待って、ちょっと開けすぎたか。ああ開けすぎたか。お、いいと、いい感じで止まってる。ギリギリギリセーフセーフセーフ、いいんじゃない。ゲール41頑張ってます。エアコン壊れました。通りで暑かったはず。まだ今日ら涼しいしけどね、涼しいっていうか寒いっていうかね。ちなみに自動ソーダ使いたくないっていうことで若い衆マニュアルでやってます。めんどくさいよな。
いということで頑張ってます。ここは遠方の神楽餅。さ、遠方も終わったら、今年はトラクター3台体制だったので、荒起こしも随分追いついたと思います。 SL41 神社の周りの田んぼを起こしてます。ここも神楽餅。ということで、田んぼにも水が入りつつ、荒起こしもトラクター3台投入したので最終盤でございます。来週中月曜日に終わってしまうかな。いやー、朝と打って変わって暑くなって水まいてます。ドドドドドッと、まあ焼けた一目惚れもなんとか無事回復しそうなのでよかったです。私は宇宙茶の袋を製造の茶飲みさんに持っていきたいと思います。納品はゴールデンウィークの後をお願いするつもりなんですけど、暇なうちに言っとかないとね、なかなか忙しいといけなくなるので、あらかじめ持っていきたいと思います。はい、着きました。茶飲みさんです。茶飲み仲間いるかな。こんにちは。袋持ってけた。ネタがない。そう。じゃあね、はい、どうぞ。発注書の渡してくれた。今渡す。はい、はい、宇宙茶の段取りに行って帰ってきました。おほほほほ、水来てる。ずっと向こう側のあれだよね、さっき開けた水門からインドはるばる何百メートルかな、1キロぐらいかかってここまで到達するのかな。うん、バッチリ水当たってます。ということで、これで来週に向けて白柿の準備が着々と進んでます。イエーイ。